壁紙、めっちゃ溶け込みすぎてない？超綺麗に溶け込んでる。あ、こうやると見えるけど、こうやるとめっちゃ溶け込みすぎてもう頭なくなってた。アク先生、治ったー、やったー、さすが、さすがのハンドパワー、何でもお任せあれ。ミスターマリックさん、てん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 、ニットの日だから今日はあったかニット。あとこれ新潟の五泉市のニットマスク、でもこれは夏用、夏用なので冬には向いてません。朝入りプリーツマスク、新潟県五泉市南本庄で作ってる。シュウ、最近イケメン美女って言ってない。どうした？どうした？イケメン美女じゃなくなっちゃった？パンダちゃん、24日ってまだわからん。24日って何曜日だ？24日何があったっけ？りんちゃん、日付変わったら家出ないと夜行バスに間に合わなくなる。やばい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 、日付、待って、あと40分。頑張れ頑張れ、やったー、下入る。水着かと思った。何がこれ、水着。りんちゃん助けてください。でもさすがもこの前3、なんかもう30分ない、めっちゃ、お風呂が沸く、お風呂入れてきたんだ。そう、この前超ダッシュで終わらせた、名古屋行く時もう最悪衣装あればいいやってポポポって詰め込んだ。シカちゃん、ニットの今日はひたすら棒針編みの作り目の練習してました。上級者すぎて全くわからない。あれだ、こういうやつね、こういうやつだ。みつひろこんばんざい。あ、今日楽七楽さん、藤崎姉妹だけだったのよあれ。姉妹がね、どうやら得点変えるよみたいなやってたらしくって、そう、でも個別に送られてきて、特別に。でも得点権変えたみたいですね。笹がやってなかったんですけど、ちょっと特別にお送りさせていただきますね。変えちゃったのがあれだから、びっくりした。パンダちゃん、16日で行くしかないか、ツタヤオイースト。岸さんこんばんざい。あ、めっちゃ大声出ちゃった。やってください、銀座、銀座、銀座行ったら喫茶に会える。あこちゃん、そういう色の日本犬いるよね、日本犬。イケメン美女には変わりないけど、イケメン要素強すぎて、かっこよくなりたい。青マスク、水着、これね。水着ちゃうで、ピロン。みつひろ今回だけやん。でもなんで変えちゃったんだろう、他の人のも変えたのかな。笹川姉妹、ボンヒラこんばんざーい。あこちゃん思い出した、紀州県和歌山、紀州県みたい。日本犬かわいいよね、日本犬大好き。チョコ作ってますか？いや作ってないです。阿部さん、はじめまして、こんにちは。これはきっと名字が阿部さんなのかな、そのまま。阿部さん、ありがとうございます。はじめまして、バンザイジャパンで新潟県の伝道師してます、笹川笹と申します。よろしくお願いします。いざパパかっこよく、かっこよく取っていけろ。
え、横顔撮ってほしい。横顔、笹川さん女子から。でも友チョコとかぐらいしかない。本命とかはない、全然。新潟県もできるといいね。研修。たくまこんばん。いつより変えたからね。そう、特典券変えたのがね、悪いって言っちゃうとあれだな。キッさん頑張ります。お互い頑張りましょう。ウルトラマン、ワンちゃん、さあさあ、めっちゃハート。どうしたそんなハートを使ってくるの珍しい。サンダちゃん24日が本当、あーベストか。何、時間的な、時間が分かんないとみたいな感じかな。横側もちろん撮る。黒コーデ、どうなん、黒コーデがいいかな。あー、たくま今日お買い物行ってきた。お、何買った。みんな新潟県は一体何地方、甲信越、いろんなとこ、中部にも入ったりするし。ありあり、いや、こんばんざーい。のびーの、じゃあワイが初代。お、新潟県ここに誕生、初代。新潟県はどんな特徴があるんですか。あ、お風呂沸いた。いつひろ明日から、おお、そうなん、職場変わったん、場所変わった。ゆずぽぽ明日のセレナまさかのトップバッター。そう、トップバッター。いや、あれ大抵、あれ多分公開用じゃないと思うんですけど、一般公開、なんか一般公開用の大抵また送るよみたいな来てたんだけど、あれがそうなのかな。なんかあれ全体公開しないでねみたいな書いてあったから、してなかったんだけど、どうなんだろう、また後から来んのかな、ちゃんと。たくま GU で可愛いパーカー見つけて買ったので。あ、 GU いいよね。映画館パンパース、こんばんざい。履かせるおむつ、あ、これはムニマンだ。パンパース、今日めっちゃいいことありまくり。ふみしお姉妹ピアノ配信でおるとく酔ってる、ささいしで、うわめっちゃ幸せ超幸せマックスやん、やった、もういいこと。え、何、めっちゃいいことありまくり、気になる。のび、ニットささよき、ニット帽。いいな、名古屋のライブのどっかの曲で横顔つにょってなった。ほかめ、あれでしょ、あの縁起がいい町じゃない、縁起がいい町のなんか横でこう横向いてる時、てん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 のとこじゃないかな。こうやって向いてるから、むしろ見ろって気持ちでいる首筋見せてるみんな新潟の方の字書けないもんだ。それは書けて。あこちゃん、日本犬って6種しかいないの、少ないね。柴犬は大勢いるけど、大勢、パンダちゃん時間はいいんだけど場所がわからないと。ああ、なるほど、そういうことか。え、24日どこだ、ないよ、17日はないよ、10日、ダメだ、わかんない。シンゴ鉄拳ですいつものあれ、初見ですの流れ鉄拳さんになっちゃった。あんちゃん犬、新潟犬、新潟、東北ではない、そうなんですよ。ニットは5000の他に、あ、ね、見つけニットもあるね。そう、新潟直送計画っていう新潟のいろんなものを取り寄せできるサイトに5000ニットと見つけニットも買える
買えるんですよ。皆さん買ってください。新潟直送計画というホームページ、すごい美味しそうなものいっぱいあるんで、いつパパと撮る日はね、桜咲いてたら黒コーデじゃなくても、桜だったらね、もっと明るい色着たいよね。能率の給油機、あは給油給湯、あの大抵、あ、確定度はあると思う。うん、ただなんか公開、一般公開用の大抵送りますよみたいな、明日送るよみたいなってところ。あ、じゃあこれは違うのか。でももう公開されちゃってたね。たくま、新潟米切りしてますか。以上。新潟のイメージ？笹川笹。新潟県のコマンド、吠える噛みつく遊ぶ寝る自由。遊ぶ寝る。食べるは？まだ全量1日めっちゃ悩んでた。まどらきこの間の全時期さっさんね、うちもちょっと隣行きたいなって思った。そうだったな。パチンコのシンフォギアってやつをシンフォ連チャンしまくりで、あーなるほど、めっちゃ当たりまくり、アゲだね今日は。アゲアゲの日、水曜日か24日。どこだ24。でもあと出てないの数個だったんだよな。新宿とかかな。昨日今日でプラス収支が止まらないから、おーすごい、ウハウハのウハでニコニコ、やった、ワンちゃんにいいことあったならもう嬉しい。秋田県の方がやめ、秋田県でっかいよね、かわいいよね。ひな、おつさびのこの花振りを見たいけど横顔。確かに。あ、横顔選んだんだ。照れ。選ばれたのは横顔でした。たくま、芝、秋田、北海道県、四国県、え、さっき言ってた紀州県、土佐県もいる。ニットニットササニット着てニット。桜咲いてる場所知ってるから許可取って移動もし合ってる。おお、出してウィズパパの計画うまくいくのでしょうか。ネオンこんばんざい。あ、こちらサチャのうちのお風呂が沸いたせいでパハルベルパパヘルベルのカノン聞きに行ってしまった。伸び新潟直送計画、普通のお店でなかなか買えないものも手に入るから、あ、使ってるんだ、すごいいいね。ワイもなんか買おうと思いつつ、何買おうって悩んだまんま決められなくて、本当はもっと富豪だったらたくさんいろんなものを買って紹介するんですけど、いつもパパ炊いて、え、明日炊いては変わんないと思う。ただあのなんか一般公開用の作ってるから、なんか時間は多分おそらく変わんないと思うけど、一般に公開するような作ってるから、これはなんかあの内部用のだから全体公開しないでねみたいなだけど、でも果たしてその送られてきた大抵がそのことなのかが分かんなくて、そのこと行かないはない。トラトラこんばんざい、フランサーこんばんは、シンゴニートって。すごい過剰に反応する人みたいな。呼んでない呼んでない。でも今日ニットの日の他にニートの日でもあるらしい。連続配信ササニチ、焼き餅こんばんざい。ノック式のマジックをプレゼント、おお、マジック、色は緑黒赤ピンク、ペンペン使うよね、ペン、あ、どれがいいかな、のえ、太めのやつやんな、どれがいいかな、
でも黒はもういくらあっても使う、めっちゃ黒は本当に超使う。黒やった。ゆずパパ今までちゃんと許可取ってきた。許可取り偉い。ちゃんと許可取れて偉い。駅あ読んだ読んだ。デューってなんだ。フランスは寒そう。暖房効いてるの。暖房効いてる。そう暖かいよ今。暖房フル回転してる。なんちゃんリクエスト、あ書いてたね、それ見た。シャーすぐた軽くないだで日曜日のワンマンでまた泣いちゃう。感動して間違いない。伊豆パパ撮る時だけマスクなしもお願いできたらなとか画策中。あどうだろうね、それはどうなんだろう。ナポサザジロー、ナポスケなんか今見ろって気持ちで横向いてる。見ろ。いざ見られたら照れないでもらえます。照れない。やみんなでも確かにみんな落ちサビの方見てるかなって思ったけど。ダン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 。あこちゃん土佐犬は四国犬に洋犬、洋犬入ってんだ。へえ、じゃあ四国は純日本。へえそうなんだ。誰が掛け合わせられたんだろう。いやいやい、パラちゃんどっちがいいんだろう悩む。時間は特に問題ないのかな。まあでも時間はあれだね、8時までにはおとと目するから8時までには多分どのライブも終わる。ノック式マジックなら黒5万本でも足りんね。もうめっちゃ使う、めっちゃ使う本当に。黒はもう買ってもすぐなくなる。あお腹空いちゃった。2日間いければいいのに。それはそう、でも仕事的難しいね。気持ち緑色とやったー、ありがとう。ピンクはね多分あってもさっささん使わないから嬉しい。シンゴ今日は筆アートの日、その記念日があるのは知らなかった。サッサさん出番か、筆アート奇襲拳と、あ会見もいたね。会見か、なんでエチゴ拳いないんだろう。ワンちゃん昨日でそれ夜眠れなかったに、ね、ワンもバーン爆発爆発しちゃうワンちゃんが生きて生きて無事帰ったな。ナポヨン様だ。あそうこういうの着てるとね、あでもヨン様か、マフラーしたらヨン様になる。白のこういうニット着てるとなんだっけ、オグリシャンマーキのって言われる。鼻触るい。え気持ちチェキを書くときに片手で、えね確かにそれめっちゃ便利。こういちいち蓋開け閉めしなくていい。確かにノック式を買えばいいのか、頭いいしかちゃん新潟直送計画、おー見てくれたんだ。日本酒飲み比べ、あ日本酒お酒好きやもんな。給料入ったら買おう。お給料そう全部ね食べ物も美味しそうなもんばっかなんですよ。食べたい。パパワンマン2部の物販、あーまだ全体のタイムテーブル来てないな、こっちにも。
どうなるんでしょう。どうなるかな。別会場とかでやるのかな。その会場でやらせてもらえるかな。もしかしたらやらせてもらえるかな。あんちゃん手挙げて。もう今人生終わってもダメだ。まだワンマン見てないし。まだ死ぬな。やばみ。めっちゃテンションハイ。乾杯。乾杯しよう。乾杯。今日買ったトウモロコシのヒゲ茶。トウモロコシ茶大好きなんだよね。美味しい。コーン茶とも言う。美味しい。めっちゃマスティフとかブルドッグとか、あグレードで、でっかいやつ、めっちゃでっかい、全部見た目から怖いやつ。18時半スタートだと終わりが20時な気がしてるけど、なんだろうね。まだ炊いてきてないからわかんない。あんちゃん生ハミちゃん生ささあ爆発しちゃった。あ生ワンちゃんを見なきゃ。えちょっとなんか名札ちっちゃいのだと見えないから、ちょっとこれぐらい、これぐらいでっかく犬島って書いといて、なんか絶景みたいな、ここに胸のところに犬島です、僕が犬島です、なんかちょっと分かりやすくしといて、ちょっとステージから見ても、そしたらステージライブしながら気づけたら、ライブ中に気づけたらめっちゃレッスン遅れるから。そう結構ね、今回初めてお顔見れる方、結構でもないか。そう初めてお顔見れる方とかもね何人かいるからね、そうライブ中に気づけたら。な多分今世代が花ざるで、俺類が、あーヨン様、え花沢類とヨン様、え世代違う、2000何年ぐらい、どっちもドラマでさ。2000年代、えでも2000年からもう20年経ってるんだ。やばいな。パンダちゃん、うん、しーで届いた、せーでジャンピンじゃなくてバンザイファイター、イエーイやったね。ナスイこんばんざーい。ワン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 、トウモロコシ、もう情報がた、トウモロコシ、ウクススウクススススヨンチャって書いてある。ビゾパパ、なるほどなるほど。ジャビタンこんばんざーい。おしさやきちゃこれ、あかちゃん地上持ってる、いるんだ、なんとかって呼んでみたいな、こっち見 て、うちはでもささって書いてある、うちはあったら嬉しいな。まあでもバンドジャパンその分センスがあるもんな。 YouTube 犬のび犬ささがささ配信の画面で見るように実物が1億出ました、1億、こうやるやつ。3,333,333番、めっちゃ、じゃあみんな実物見に来い。明日誰かライブ来れる方いたらお待ちしてます。佐賀さん誰かおらんかな、
けたらお待ちしてます。白金高菜トップバッター3新宿系スタジオどっちも470歳の笹どんな感じだった。470歳の笹全然本当に YouTube Twitter に上がってた耳つけた。ああ、はい、サツさんが完全にドンベンの吉でも吉岡里帆ちゃんダメ超えれないよ。吉岡里帆ちゃんめっちゃ大好きだもん。インスタグラムあんまあのインスタグラムそんなにフォローしてる人いないんですけど、吉岡里帆ちゃんはフォローしてる。ライダーこんばんざーこんばんだ。ダイだからどうしよう。プイ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 モルカプイプイシャーチンこんばんさ。さ1億だけどんな音だっけ。1億うわお宝鑑定なてんててててんてんててててん。シャーチン久しぶりじゃん。結構動いてる。結構動いた。ひな踊ってって書いたうち踊ってる踊ってるって思いながら踊る今踊ってるよ。歌ってっていううちはあったらどうしよう。他の人の歌割りでも奪いに行く。明日はどう頑張っても無理侍やな。うーん、2月の14日セレネ悩み中、はあ、頑張って起きてもろて。あこちゃんセレネの速さにビビってる。え、そう、本当にトップバッターだった。びっくりした。結構キースタジオまで時間空くんだね。あでもそう、足軽ジャパンが回せるって。そう、みんなダッシュした。でも物販、そしたらみんなダッシュで回したら物販人いなくなっちゃうの。シャイチ完全にメンズ。ニット帽かぶるとさ、なんかすごい髪が抑えられてメンズっぽくなるよな。ずっとニット帽かぶってよかな。メンズニットの日なのでニット帽。お家の中でニット帽。チャビタ明日ガチ仕事頑張れ。夜のライブ配信で見ます。ガチで仕事入ってよ。シャーチン減量中のボクサー。タラータラータラータワンちゃんセリアにキンブレっぽいの。え、セリアにあんの。ドンキ、ドンキだね。シャーチ2020年バスセンターのカレー。あ、今日レトルト買った。見つけたから。バスセンターのカレー。 NGT 劇場も行かずに。まあね、2020年はねしゃあないよな。いけないよな。手前のキャップにピントが合ってしまったキャップ。ダメだろ。いつパパ起きるのやる。交通費も出ない。あそうか、会社から歩き、え、会社行ってお昼休みにってこと。じゃあ先輩方どこでライトセーバーブン、うん、どこでライトセーバー買ってるの。ジュンヤこんばんざーい。シンゴセレネは駅から、あそうなんよ、どの駅からも中間支店。バンザイジャパンご一行についてったら多分つける。あこちゃん一回お昼寝しに帰らないと。おねんねだね。そう、一回お昼寝したくなっちゃうね。笹グリーンフミオレンジバンザイファイター
いいな。え、本当に戦隊っぽい、ああいう MV 撮りたい。翔ちん、俺新しいサチアバ持ってなかった。ああ、サチアバ、サチアバ確かに。おい、私1個投げるからちょうだい。だっていいよ、あげる。やっぱ会社行かない、定期で行けるから。会社は寄らない。インスタのフォロワー犬見られた犬ほぼ犬見るアカウントだからねと関係者の方と、あとコスメ、ちょっと服とコスメメンバーしかインスタフォローしてないです。じゃあ、ビタ。自分も以前新潟行った時バスセンターのカレー食べ損ねた。顔がすごい、顔がバスセンターのカレー食べるべし。でも一時期なんかね、あの工事みたいな改装してたけどもね。今また営業してるんで、新潟行った際はぜひ立ち食いそば。メイレット、シワチャブルー、ピンクと、ピンクいっぱいいるんだよな、ピンク。シルバー、シルバーっていないかも。ブラックはジュリア。ゴールド、まあ髪色が今ゴールドやけども、笹川シルバーになりたい。シンゴ、それだったら、わ、荷物持ち荷物持ってくれんの。いやさ、でもそれは申し訳ない。全員分の荷物持ったらめっちゃ重いから。衣装、いや衣装本当に、靴とかがな、重い。よちこんばんざーい。あ、そう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 。あ、ほんまや、もうこんな時間だった。あっちゅうまや。そう、チアーズの投稿後でしよっぴーと思って、今日早めに終わろうって思ったんだけど、やっぱ時間の感覚が早すぎる。もう一応投稿作ってはある。あと投稿するだけ的な。でも、あ、15分になっちゃった、配信しようって。シャチ、いただきました、ありがとう。アバター使ってね、愛してね。フォローしてる芸人、え、待って、芸人フォローしてたっけ、芸人さん誰か、え、誰フォローしてたっけ。あんちゃん、そんなに我見てる、照れるわね。ちあこちゃん、前のインスタかがアイドルちゃんしかフォローしてないと同じ。そう、インスタそもそもそんな見ないんだよね。全然インスタ見ない。でも結構コスメとか、なんか美容の情報とかインスタ結構いろいろ。あと服を参考にしてる人が一人。このアバ目立つよね、でっかい存在感がすごい、顔って感じ。田んぼ誠一、あ、問答無用のさっちゃん、ラブにしてくれた、ラブとか言って、他のルームで変わってんじゃないだろうな。べ、そろそろ終わるか。そう、明日朝早いんだよね、明日トップバッターからね。あ、パンダちゃんハートありがとう。おじさんのインスタも犬多い、犬は癒されるよね。もう本当に大型犬ばっか見てる。パスタの試験、はっ、かかってくる、うわ、神様だね、神様だ。
ぱセンターのカレーは美味しい、ほんまに美味しい、レトルトも美味しい、みんな見つけたら食べて。チェリーさんブラックでピンク大勢そうピンク大勢いるのよ、結構ピンク好きな子が多いから。じゃあみたんさやは、あーそうだね、黄緑、イエローグリーン。なんちゃん今日お金増えた、やった。あれもお金増えないかな、何もせず移動とかで階段がある場所とか、あーセレネ結構するいいな。あーそれも佐竹さんだ、佐竹さんは前あの何回かあれですご一緒してるんですよ、バンザイジャパンで。もともと中野ひまわり、元東京都の伝道師中野ひまわり経由で、そう、まあ、ワンマンにも来ていただいたりとか何回かご一緒してて、佐竹さんそれでフォローしたんだ、ツイッターをフォローしてる、インスタよりツイッターより LINE LINE はまた違う連絡する。あれ出身前になった、うん、あれのインスタ知り合いのお宅ばっか、まあそうなるよね普通はね。みんなおつささしてくれてありがとう、おつささでした。明日ライブ頑張りますおやすみね、ありがとう、うん、いてニットの日でした。